はいはい、こちらと近い西口に移動してます。一つね、質問ありました。さくらさんの、YouTube 見たいという方ね、この意味わからないそうですって困っちゃいましたよね。あのね、もう一度説明いたしますね。聞いてくださいね。 YouTube の見られる方もよく説明しますからね、聞いてくださいね。汚れなき神秘にしようというのは、私セックスを行っておりませんから、53年ね。だから体が汚れておりません。体に傷一つついておりませんから、ね、新品でございます。未使用品でございます。ここもわからないということです。処女バージンにつき、あのね、バージンと申すのは私両方でしょ、男性と女性ね、おばさんとおじさんミックスでバージンでございます。ここと処女をかけましたね。お分かりいただけます？だからね、総称いたしましてね、あの性体験ございませんから、他の方からね、触られたり近寄られるの嫌でございます。もう YouTube 見てる方、声かけるの構いませんけどね、あの理解なさってくださいね。ここに書いております。近寄るな、身体に指一本触れるな、離れろ、厳重禁止事項でございます。お分かりいただけます？もう分かってくださいね。私ラブホテル行ったことありますけどね、前回申しましたけど、他人と行きたくないです。他人と行ったこともございません。母親と行っております。母親のね、乳首を触ったことあります。触り放題でしたからね、親子ですから。何も文句言うではございませんからね、私は自由ですから。その母親の顔をね、後ほど公開いたしますね。自分の親ですから、よろしくございますね。何ら問題ございません。親子ですから、この意味理解してくださいね。はい、私永遠の処女、女装家、 JR 横浜線快速停車駅、相模原さくらでございます。さくら本名でございますから、呼び捨てなさらないでください。侮辱でございます。最低でもね、さくらさんか、またはもう嫌なら相模原さんでも構いません。あ、快速の停車駅さんでも構いません。何でもいいですからね、やっぱり継承はつけてくださいね。呼ぶときは呼び捨て困りますから、怒りますからね。以上でございます。じゃあ今53分なので、本日も相鉄本線の緑園都市駅まで参ります。ただいまで乗車口に向かいますね。今日もね、近寄って来られたら私文句言いますから。以上でございます。乗り場に向かいます。着席したいので、動画楽しみにしてください。